僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。おはようございます。2018年、7月の16日月曜日ですね、ここ読谷村にあります体験王国村紫村サテライトスタジオから、本日もですね観光情報番組、読谷ラジオ生放送で1時間ですね、お届けしてまいります。ナビゲーターのたっちゃんです。よろしくお願いします。ということで、今日で3連休終わりですね。皆さんどう過ごされたんでしょうか。本日は、海の日ということで祝日にあたっておりますけども、ね、子どもたちにとっても、ね、大人は仕事の方もいらっしゃるのかな、ね、それぞれの、ね、また休日だったと思うんですけども、昨日は、ね、ここ読谷村でもね、まあ、戸谷漁港さんで、ね、お魚フェスタ、それと同時に、ね、海中港ピクニックでしたっけね、はい、開催されたということで、ね、大いに盛り上がったということで、ね、皆さん行かれましたでしょうか。やっぱりね、この海の日にちなんで県内各地でもね、様々なイベントが行われてたと思うんですけども、私はね、先ほどちょっと増谷さんとの、ね、クロストークでもお話ししたように、ね、この週末を使ってですね、北部の方に、まあ、1泊2日のね、プチ旅行っていう感じでしょうか、ね、金曜日からねもうちょっと飲みが始まってたんですけども、ね、本当に楽しかったなっていう感じでね、まあ、ここ読谷村もね、この夜の夜空綺麗なんですけどもね、本当に北部の方もね夜の夜空すごかったですよ。またねこの日土曜日ですか、海洋博のね、花火もあって、ね、綺麗な夜空にね花火がまた輝いてて、プラスね星もいっぱいキラキラと輝いてて、北斗七星かね見れたんですけども、それぐらいで、ね、本当に、はい、綺麗な夜空といいますかね、本当に楽しかった、まあね本当に有意義なねプチ旅行だったんですけども。ね、皆さんはどう過ごされたんでしょうか、ね、子供たちは今週から夏休みに入るのかな、ね、入ると思うんですけども、今年の夏どういう計画立てられてるんでしょうか、ね、子供たちは、ねまあ、長期の夏休み休みということで、ね、毎日、ね、もう何かしら、はい、行きたがると思いますので、今日はですね、番組の中でね、読谷村で今年ね楽しめる夏のイベントということで、様々なね、またイベント紹介だったりしてい
ていきたいと思いますので、参考までにね、よろしくお願いいたします。まあ、このラジオを聞いてね、今年の夏はね、読谷村に行ってみようかな、少しでもねちょっと思っていただけるようなね、番組作りねやっていきますので、よろしければねお聞きいただいて、読谷村の方にも遊びに来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは10時までの1時間、ナビゲーターたっちゃんでお届けしてまいります。ここで本日のドライビングナンバーをお届けしてまいりたいと思います。まあ、海の日ということで、海のね、海にあったこの曲をお届けしていきたいと思います。ビギンで海の声。お届けしました本日のドライビングナンバー、海の日にちなんでビギンさんで海の声をお届けいたしました。
時計の針は9時10分になっております。ここでですね、はい、皆さんの気になる、本日のお天気お伝えしていきたいと思います。4月16日沖縄気象台発表、ね、天気概況からですね、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れていますが、ところどころで雨が降っております。また、本日から明日17日の沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。そして沿岸の海域では先島諸島ではうねりを伴い波が高いですから、高波に注意してください。そして沖縄本島地方と大東島地方では、波がやや高いでしょうということで、はい、またですね、沖縄地方は本日は高温が予想されるため熱中症など健康管理に注意してください。沖縄本島地方では熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け水分をこまめに、補給するなど、ね、十分な対策をとってくださいということですね。続いて中南部のお天気、本日は晴れのち曇り、波が2メートルとなっております。降水確率午前中は 20%、昼過ぎから夕方にかけて 10%、 同じく、ね、夕方から深夜にかけても 10% となっております。そして日中の最高気温32度ですね。はい、ね、もう熱中症対策皆さん、ね、十分に、ね、心がけてください ね、 ね、今日の琉球新報の記事でも、ね、この熱中症ということで、ね、記事が上がっておりましたけども、熱中症で、2000人超えが、ね、病院に運ばれたということで、すごいですね。京都などで、ね、38.8 度らしいですよ。沖縄は今日32度ということなんですけども、ね、3連休、ね、中日の昨日ですね、日本列島は、東北から九州にかけて高気圧に覆われて気温が上がり、ね、35度以上の、ね、猛暑日になる地域が相次いだということで、すごいですね。はい、これからね、やっぱりもっともっと暑くなっていくと思いますので、本当ね、観光の皆さんもね、はい、外で、ね、楽しまれる際などはね、十分にね、この水分補給無理しないでね、ちょっと体調悪いなと思ったらね、ちょっと陰で休むなり、自分の体調はね、やっぱり自分で、ね、しっかり、はい、ね、守っていかないとね、よろしくお願いしますということで、ね、本日も暑くなりますので十分に、ね、お気をつけくださいということで、本日の沖縄のお天気でした。お届けします観光情報番組読谷ラジオ、体験王国紫村からね、生放送ですよ、生放送でねお届けしております。ぜひね、このラジオ観光客の皆さんね、今オンタイムでね聞いてたら、ぜひね、はい、読谷村情報ゲットして、ここ読谷村まで遊びに来てみませんかね。素敵なところいっぱいありますからね。またここ体験王国紫村も、ね、本日も9時から営業スタートしておりますので、さまざまな体験もできますので、ね、旅の思い出にぜひね、こちらをご活用してみてはいかがでしょうか。ということで CM 挟みましてね、まだまだ続きます観光情報番組読谷ラジオです。
本日は読谷村の CM を挟みまして時計の針は9時17分に回りました、引き続き観光情報番組読谷ラジオ生放送でお届けしてまいります。よろしくお願いします。さてこの番組皆さんからのメッセージお待ちしておりますのでメールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp すべて小文字です。 fm786@fmyomitan.co.jp でお待ちしております。懸命に読谷ラジオ読みラジ観光情報番組何でもいいですよでぜひ、はい書いていただいてすぐね確認することができますのでねよろしくお願いします。観光で来られてる皆さんもぜひぜひ、はい番組までメッセージ送ってくださいね。読谷村のこういった情報が知りたいなどあればはい番組終了までに送っていただけましたら、ね、お答えできる範囲でお答えしますのではいよろしくお願いいたします。それでは続いてはこのコーナーです。読谷なんでも調査団団団団読谷なんでも調査団どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合いあなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団ということでいいですね。読谷ラジオから始まる発見と触れ合いあなたの知らないということでね、ガイドブックに、ね、載っている情報だけではありませんよ、ね、ラジオを通して聞く、ねガイドブックということでね、様々な読谷村のディープでコアな、ね情報をお届けしていきたいと思いますけども今日もね本当に先ほどから言うように暑いですよね。皆さんね暑い日といったら何が食べたくなりますか。もちろんあれですよね。ということでね今日ちょっとご紹介するのはねはいね暑い日にはねぜひ食べたくなるようなそういったね、食べ物ねちょっと情報をお届けしていきたいと思います。まずはこちらお聞きください。本日は読谷村の瀬那覇にお店があります。素敵な場所に足を運んでおります。早速お声を聞いていきたいと思います。自己紹介お願いします。はい、どうもこんにちは。私ですね、残波果実氷店の神谷千尋と申します。今日はよろしくお願いします。はい、神谷さん、よろしくお願いします。明るい方でほっとしました。すいません。はい、ということでこちらはどんなお店になってますか。ここはですね、一応ダイビングショップが併設されている場所でしてでその、終わった後にちょっと口惜しい方とかあとはちょっとリフレッシュしたいという方がかき氷を食べにいらっしゃったりそのまま直接かき氷食べに来る方もいらっしゃいます、はい、かき氷がいただけるということでこちらかき氷の種類はどのぐらい取り揃えられているんですか。私たちフレッシュフルーツを使ったかき氷が主なんですけどもそれ以外にもシロップを使ったお子さんが食べやすいかき氷もあるので常時30種類以上揃えておりますね、はい、30種類もですか、はい、だから私も覚えてないんですけどだけどたくさんあるので かなり皆さん悩んで決めてますねいつも、はい、例えばこの30種類の中で、まあ、定番のかき氷もあると思うんですけども、はい、どういったのがこちらはいただけますか。おすすめはですね今現在旬の県産果実氷デラックスといいまして、うん、大体大人2名様ぐらいで食べれるかなり大きなかき氷があるんですけども使っているフルーツがドラゴンフルーツパイナップルマンゴー、でパッションフルーツ全部県産ものをフレッシュのままでかき氷乗せて食べてもらうものが一番大人気でありますね、はい、こちらのお店の、まあ、特徴として旬なこの果物を生かしてのこのかき氷と聞いたんですけども、はい、もちろんやっぱりゼリーにしてしまったりとかあとはこの
加工してしまうと本来のこの果物の美味しさが消えてしまうということで、私たちはできる限りフレッシュなフルーツを皆さんにかき氷でそのまま素材の味そのままを味わってもらうためにかき氷に乗せてます。だからかなり皆さんフルーツの味が濃いと言ってもらって喜んでもらってます。はい、実際にですね、もう注文をした、まあ、観光客とかのお声とかどんななんですか？もう必ずと言っていいほど、まず運んでどうぞと渡すと、みんなおーとかわーとか言って、思ってた以上にサイズが大きいみたいで、必ず皆さん携帯かもしくはデジ位置を撮って、もうかなり写真を撮って、多分インスタとかに皆さん上げてくださってると思います。はい、わかりました。では改めまして、お店の場所、営業時間、問い合わせ先、ご紹介お願いします。はい、こちらはですね、かなり綺麗な景色が見える残波岬の近くにありまして、瀬那覇という住所なんですけども、ドライビングがてらにもかなりいいポジションにあると思うので、ぜひ来てもらいたいと思います。で、営業時間が朝の11時半から、ラストオーダーが4時15分の4時半まで営業しておりますので、ぜひご来店いただければと思っております。で、電話番号、私ちょっと待ってください。電話番号は 098-923-0013 ですね。ちょっと私一人でやってるので、たまに電話に出れない時もあるんですけども、できる限り電話に出るのですいませんが、その点はご了承ください。お願いいたします。最後になりますが、ラジオそして映像をご覧になっている方々へ、お店の PR ご紹介お願いします。はい、まだまだですね、沖縄は暑いです。多分11月ぐらいまで半袖で行けると思うので、かき氷はずっと食べれると思うので、ぜひ皆さん美味しいかき氷を、沖縄でしか食べれないかき氷をぜひ残波果実氷店で食べに来てください。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。バイバイ。 Thank you。というわけで、ね、暑い日には、ね、皆さんが食べたくなる、ね、涼しくなる食べ物、かき氷ということで、読谷村の瀬那覇に、ね、お店がありますね。またダイビングショップと併設しておりまして、残波果実氷ということで、ここではですね、30種類以上の、ね、ふんだんな、ね、旬な果物を使った、ね、ダイナミックな、ね、かき氷がいただけるということなんですけども、ね、え、今の時期またマンゴー旬ですからね、ぜひ、ね、マンゴーをまた使ったそういったね、かき氷もいただけると思いますので、ぜひね、また女子、ね、女の子たちはね、またこのインスタグラムとか写真映え、インスタ映え、ね、するような写真、ね、撮れると思いますよ。ぜひ、ね、この観光の皆さん、そして地元の皆さん、ね、ぜひ食べるだけでもね、いいっておっしゃっておりましたので、ぜひお店の方までね、足をお運びいただけるとね、いいなと思いますけども、営業時間が11時、ね、午前の11時半から、ね、4時半までということなんですけども、ね、お問い合わせ先 098-923-0013 098-923-0013 となっております。読谷村の瀬那覇にあります残波果実氷、ぜひ暑い、ね、こんな日には食べに行ってみてください。以上、本日の読谷なんでも調査団でした。ここで CM まで曲をね、お届けしたいと思います。読谷村出身アーティスト、ソベポーポーで僕らの歌。Yeah.
よかったなと心から思えた、その時にお前にも会えて本当によかったよ、ただただあなたにありがとう。お届けした曲は読谷村出身アーティストソベポーポーで僕らの歌でした。読谷スポーツインフォメーション、この時間は読谷村スポーツコンベンション情報をお届けいたします。読谷村であの選手が見れる、読谷村だからこそできるスポコン情報ということで、
はい、CM 挟みまして、ね、読谷スポーツインフォメーションお届けしてまいりたいと思います。さてね、昨日ね、ついにワールドカップ終わってしまいましたね。皆さん決勝見ましたかね。今日の今朝の新聞でもあったんですけども、はい、ロシア大会でということでね、ワールドカップ決勝がフランスとクロアチアによるね、チーム同士だったんですけども、4対2でフランスがね、2度目の世界一に輝いたということで、ね、1998年大会以来、ね、2度目の世界一に、ね、フランスが輝いたということで、はいね、皆さん見ましたか？私は見てないんですけども、はいね、盛り上がったと思いますよ、ね、もう何日間でしたっけ、ね、ワールドカップが始まって、ね、だいぶ、ね、長期にわたっての、ね、本当に、ね、サッカーはいね、テレビで繰り広げられてたと思うんですけども、今日はですね、まあ、このサッカー情報ということで関連してこちらの情報を、ね、届けていきたいと思います。今朝の、ね、琉球新報のスポーツ面にも、ね、掲載されてたんですけども、ね、以前、ね、私が担当した時もちょっとか、ご紹介したんですけども、元スペイン代表のフォワードフェルナンド・トレスという選手がですね、この度、ね、J1 のサガン鳥栖に、ね、加入したということで記事がご紹介されておりました。サッカーの元スペイン代表フォワードで J1 サガン入りしたフェルナンド・トレスが、昨日15日ですね、東京都内で入団記者会見に臨み、これまでも全力を発揮できるように、努力してきたが、ここでもその責任を果たすつもり、期待に応えたいと強い、決意をにじませた。そして、16日にチームに合流し、22日の仙台戦での出場を目指すということですね。はい、毎年ね、J1 の、ね、サガン鳥栖さん、そして、ね、ヴィッセル神戸さん、ここ読谷村で、ね、キャンプをしますが、そのサガン鳥栖さんにですね、スペイン代表の、はい、選手が、ね、加入したということで、すごいですね、盛り上がりそうですね。アトレチコマドリードを2017年から18年シーズン限りで退団し、欧州以外の新天地を希望していたという、いち早く、ね、所得へ名乗りを上げたサガンに、信頼感があった、考える時間を与えてくれ、ね、意思を尊重してくれたと複数のオファーの中から、ね、この J1 のサガン鳥栖さんに選択したということなんですけども、なんか嬉しいですね。そして、ね、J1 神戸にはスペイン代表のイニエスタも加入、ね、このイニエスタ選手も、ね、以前ご紹介したんですけども、加入ということで非常に親しい友人で、15歳から一緒にプレーした仲ということで、彼と試合をするのは楽しみだし、いい試合になることを期待しているということで、ね、お互い、はい、また日本の J1 の、ね、チームに加入して今後の活躍が期待されそうですね。もしかしたら、ね、今年のね、ここ読谷村でのキャンプ、お二人の選手が、ね、見られるかもしれません。ぜひその際は皆さんにも、ね、盛り上がっていただいて、はい、また、ね、キャンプが近づくにつれて、また選手の、ね、情報発信とか、ね、キャンプの情報発信などしていきたいと思いますので、ね、お楽しみにお待ちください。ということで本日の読谷スポーツインフォメーションをお届けしました。時計の針は9時36分を回っております。引き続きですね、
はい、観光情報番組読谷ラジオ生放送でお届けしてまいりたいと思います。ただいまですね、読谷村の上空見渡しておりますけども、先ほどに比べてたら、ね、ちょっと雲が多くなってきたかな、ね、ちょっと青い空も所々に見えはするんですけども、ね、ちょっと分厚い、ね、ちょっと曇り空が広がってきて、ちょっと風も強くなってきているみたいですね。はい、ぜひ、ね、運転などもね、気をつけながら、ね、楽しい休日最終日をね、はい、過ごしてみてください。ということで、今日はオープニングでもね、ちょっとご紹介したんですけども、子どもたちがね、今週からも夏休みに入る学校が多いのかな、ね、読谷村はどうなってるんでしょうね。でもね、はい、まあ、子どもたちにとってはこの長期の夏休み、ね、非常に嬉しいですね私も子供に戻りたい、ね、こんだけ休みがあったら毎日何をしようかなってね、悩むぐらい、ね、あっちにも行ってみたいし、こっちもに行っても行ってみたいしね、でも勉強はやらないといけないしなどね、いろいろありますけども今年の夏、はい、ぜひ、ね、楽しむためにもここ読谷村でもですね、さまざまなイベントがありますので、はい、ご紹介していきたいと思いますけども、まずはですね、こちらからちょっとご紹介しようかな。ですね、はい、今年も開催されます、読谷村青年エイサー祭り。やっぱりね、夏といえばね、いろいろありますけども、夏の風物詩、ね、エイサーということで、ですね、読谷村で今年も開催されますよ、第35回、ね、青年エイサー祭りということで、日程がですね、8月の11日と12日、ね、2日間ですね、開催されます、ね、11日の土曜日が夕方の6時から、そして、次の日12日の日曜日が午後5時ということで、はい、開催されますよ。またね、読谷村の、はい、各、ね、地区の、ね、この青年エーサーだけではなく、ね、ゲスト出演ということで、北谷町、そしてうるま市からも、ねね、青年エーサーの団体が、ね、参加されるということで、はい、見どころがいっぱいな、ね、エーサー祭りになると思います。会場がですね、読谷村平和の森球場となっております。ぜひ多くの、ね、来場、はい、お待ちしておりますので、はい、見に来てください、ね、本当にいろんな、ね、青年エイサーの、ね、団体の皆さんが迫力ある、ね、はい、また踊りとか、ね、披露されますので、見応えあると思いますよ、はい、ぜひ8月の11日と12日2日間、ね、読谷村の平和の森球場で開催されますので、第35回青年エイサー祭り、ね、遊びに来てください。またね、日程が近づいてきましたら、どういう、ね、団体が出るのか、ね、またご紹介していきたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。そして、ね、まあ、エイサーもそうなんですけども、やっぱりね、子どもたちにとってはね、やっぱり海にも行ったりね、さまざまなアトラクションとかね、されると思いますけども、こちらね、ぜひ、参考までに、ですね、私たちのね、スポンサーでもありますホテル日光アリビラさんからですね、この夏休みイベント情報がありますよ。ようこそ、はい、太陽の楽園へということで、はい、今年の夏休みイベントとなっております。ですね、すごい、またね、宿泊者の方はね、ぜひモーニングコンサートというのがね、あるみたいですよ。朝のすがすがしい空気の中、パチオからね、聞こえてくる生演奏の音色がお客様を優しく癒して、癒しますということで、ね、宿泊者の方ね、朝方
ね、優しい音色とともに、ね、モーニングコンサート、こちら7月21日から8月30日まで、ね、開催されるということで、ね、場所がパティオ、ね、素晴らしい空間となっておりますね。観覧無料というこのなので、こちらお楽しみに。そして、沖縄県内外で活躍するアーティストが繰り広げるプールサイドでの野外ステージライブ、ね、心地よい潮風と、ね、サウンドが素敵なリゾートの夜を演出いたしますということで、こちらもですね7月21日から8月30日までですね、夕方ね、から開催されますね。こちらはガーデンプールプールサイドにて、こちらも観覧無料となっております。そしてですね、こちらもありますね、アリビラエルソルパークということで、今年ニライビーチに誕生したアクティビティエリア、アリビラエルソルパーク、8メートルの高さから一気に滑り落ちる迫力満点のビッグスライダーや海賊船スライダー、トランポリンやペダルボートが一日中お楽しみいただけます。大人の方からお子さんまでご利用いただけるビーチアクティビティを思う存分お楽しみくださいということで、ね、こちらも7月21日から8月の31日まで、ね、こちらニライビーチで、ね、この8メートルの高さから、ね、楽しめる滑り台かな、ウォーターの、ね、はい、ビッグスライダーか、はい、ぜひこちらもね、7月21日から開催されるということで、ね、チェックしてみてください。あとはですね、様々あるんですけども、ちょっとね お時間の限り、はいね、アリビラさんのホームページ等などでもね、こういった夏休みのイベント、ね、子どもから大人まで楽しめるイベント、ね、ご紹介されておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして、ね、こちらもですよ、ね、こちらロイヤルホテル沖縄残波岬さんもですね、今年も開催しますティンガーラガーデン2018ということで、はい、こちらもですね7月21日から約1ヶ月か8月26日までですね、さまざまな、ね、この花火、ね、ステージ、ね、催し物が開催されますよ、ね、この舞台からまたエイサーなどの、ね、また催し物もあるということで、ね、子どもたちは、ね、また、ね、海で遊べる、ね、アトラクションなども、ね、いっぱいあるということで、こちらも、ね、あのホームページから夏休みティンガーラガーデン2018、ね、検索していただきましたら詳細確認することができますので、ね、要チェックお願いいたします。この時間は、ね、読谷村の今年の夏のイベント情報をお届けいたしました。
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。瞑想レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは、沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読谷が、ドライブマップを活用しさまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップの、ね、コーナーとなっております。さて、観光客の皆さん、ね、レンタカー借りてる方がほとんどだと思いますけども、レンタカー借りる際にですね、沖縄ドライブマップ、ね、載っておりませんでしたか。はいね、各レンタカーによってまた、ね、内容も若干内容は異なって、ね、表紙が、ね、若干変わっているということなんですけども、はい、ぜひご活用よろしくお願いいたします。ね、旅先で、ね、使えるクーポンもついておりますので、ね、使っちゃってください、ね、ぜひ使わないと損ですよ、ね、その他にもですね、はい、ここに注意しよう注意しようということで、ね、さまざまな、ね、注意事項って運転される際にですね、気をつけていただきたい、はい、そういう情報まで掲載されておりますので、ね、ご覧になってください。そしてその他にもですね、さまざまな、ね、お店紹介企業紹介なども掲載されております。そして、ね、読谷村のページもございますので、ぜひこれを見ながら、ね、読谷村にも遊びに来てくださいよ。ただいまですね、読谷村ウェルカムプレゼントというものを実施しております。この沖縄県、ね、レンタカー協会さんが発行しております、ね、沖縄ドライブマップを持って、ね、FM 読谷の、ね、本スタジオ地域振興センターの3階になるんですけども、そちらにですね、この沖縄ドライブをドライブマップを持ってね、遊びに来てください。ここ読谷村のパワーアップキャラクターね、読谷というね、あのピンクい豚ちゃんね、モチーフにした可愛いね、プラスチック製のティッシュボックスね、今ウェルカムプレゼントということであげております。ぜひ旅の記念にこちらもね、はい、持って帰ってください。はい、子供はね喜ぶと思いますよね。ぜひね、旅の思い出に持ち帰ってください。よろしくお願いいたします。ということでね、お時間も残り4分くらいになりましたね。こちらでメッセージ届いておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームベニーモダンさん、ありがとうございます。久しぶりですかね。おはようたっちゃん、昨日はお魚フェスタ行ったけど子供たちはとってもはしゃいでて、連れて行ってよかったさ。今日は家でゆっくりラジオ聞いてます。ラジオ頑張ってということでありがとうございますね。え、昨日ね、富谷漁港で開催されたお魚フェスタと同時にですね、港ピクニックということで大いにね、本当に盛り上がったというお話聞きましたよ、ね、日頃体験できない、ね、遊覧船とかもねあったみたいですけども、ね、皆さんは行かれましたでしょうか、ね、今日まで、まあ、休みということで、はい、ぜひまだ間に合うかな、ね、いろいろな場所でまたね、このね、イベントも開催されてると思いますので、ね、お時間ある方はね、やぐまいしないでね、出かけてみるのもいいと思いますよ。でもね、家でゆっくりのんびりとね、はい、過ごしてもいいかなと思いますよ。はい、ありがとうございます、ベニーボタンさん。ということでお届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオね、あっという間でしたね。はい、ぜひ皆さんもね、読谷村に遊びに来てください。そしてね、先ほどね、先ほどのコーナーでね、今年に、ね、開催される夏のイベント情報ということでね、読谷村でもね、この夏に合わせて、はい、さまざまな場所でね、はい、
イベント開催されますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いしますね。ということで残り時間ね、もうわずかとなりましたけども、徐々にですね、読谷村上空ちょっと分厚い雲が出てきておりますね。もしかしたら雨降るのかな、ね、風もねだんだん強くなってきておりますので、ぜひね、はい、お出かけの際はまたね、そういった対策などもしていただいて、はい、ぜひ3連休の最後の、休みですね、はい、楽しんでください。あとね、32度という、ね、天気、日中の最高気温も出ておりますので、熱中症にも気をつけながら、ね、また観光お仕事もね楽しんでいただけたらなと思いますよ。はい、よろしくお願いいたします。そしてね、読谷ティッシュボックスも、これもね、あの昨年もやってたんですけども、大好評につき今年もやっておりますよ。最近ね、もらいに来る方がねまた増えてきておりますので、ぜひこの1冊あればね、はい、もらえますので、観光客の皆さん、そしてね、レンタカーご利用の方すべてにね、この読谷のティッシュボックスね差し上げてますので、もらいに来てください。ということでね、お届けしてまいりました、観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。それでは本日も沖縄県、そしてここ読谷村にメンソーレ、バイバイ。